はい。今日は平岡の梅林来てます。梅公園ですね。どんな感じで咲いてるかのチェックです。あちら、梅ソフトクリーム。なんかもうやってるような感じで書いてたんですけども、まあ朝なので今やってませんが、別の日にですね、毎年ソフトクリーム、梅ソフト美味しくて毎年食べてるので食べに行こうかなと思います。まあこんな感じでぼつぼつ咲いてきてるかなというところと、いくつかの木咲いてるなって感じですね。で、桜の木が花ちょっと咲いてます。まあこの辺りが満開になるとものすごく綺麗なので、毎年、綺麗に咲いた時に来てるので、また来ようかなと思います。今回は軽くですね、チェックということで、どのぐらい咲いてるかなっていう感じで、まあこの辺少しですね咲いてますね。まだつぼみもありますけれども、これからだなって感じです。これから高くなったら一気に咲いてくるかもしれませんけれども、まあまだだなーっていう具合ですね。まあ、今日はそんなにこう梅が咲いてないので、軽く今歩いて終わりにしようかなと思いますけど、まあこの辺桜咲いてたんでしょうけども、もう桜は終わってますね。はい。で、ここで梅林そばとか売ってるみたいです。あとは缶ビール、芋餅、ポテチキ、唐揚げとかたこ焼きみたいなのも売ってるみたいですね。こっちが梅ソフト。400円になってます、1本。前は300円ぐらいだったと思いましたけども、今400円みたいですね。梅ソフト。これがやっぱり美味しいので、おすすめです。梅ソフトは、ここ来たらぜひですね。はい。この満開の中、食べると最高です。